任天堂 DS や Wii の生みの親でいらっしゃいます任天堂の岩田悟社長55歳の若さでこの世を去りました最後までゲームに情熱を傾けた方でしたツイッターには世界中から追悼の言葉が寄せられている単管主要のためおととい55歳で亡くなった任天堂の岩田悟社長 去年手術を受けたが今年5月の決算会見では元気な姿を見せていたゲームプログラマーとして人気作を手がけてきた岩田さんは2000年当時の山内宏社長に招かれ任天堂に入社2年後42歳の若さで社長に抜擢された 世界中からいろんなこう惜しむ反応が出るというのは DSWE はもちろんなんですけれどもその前のやっぱりロールプレイングゲームの「マザー2」とかそういうもののやっぱりすごいじゃないかという岩田さんに対する思いが押ううしむ声にもつながっているような気がいたしましたが、ねはい、それではその他のニュースもあります。